全国で生産された食材を使った料理を味わうイベントが千代田区でスタートしました。農林水産省が開いたこの催しは、全国各地で収穫された農産物を使った料理を食べてもらい、多くの人に日本の食をより身近に感じてもらうのが狙いです。2020年の東京オリンピック・パラリンピックと日本食・食文化に対する世界中の関心が高まる大きなチャンスが続きます。およそ80のブースが並んだ会場では、小学生とお笑い芸人の木村雄一さんらが共に考案した料理がお披露目されました。メニューは岩手県の陸前高田市で採れた米を豚骨スープで炊いたリゾットと、京都の九条ネギを使った親子丼で評判も上々でした。また会場では大学生たちが自ら収穫した大根やカブのほか、高校生が考案した地元の名産品を使ったパスタなどが販売され、多くの人でにぎわいました。お肉がとても柔らかくて美味しかったです。あ、じゃあ木そば食べたいなみたいなのは言ってました。日本の食の魅力を味わえるこの催しは明日も行われます。